皆さんこんにちは。現在絶賛風邪っ引きな霊夢ちゃんだよ。霊夢に風邪をうつされないかギクビクしているマリサだぜ。霊夢、自家熱なのかな、死ぬのかな、なーんて思ってるヨウムちゃんだよ。パックンにやられちゃったけど、自家熱ではないんだからね。うむ、マジな話、ついさっき熱を測ったら38度4分あったんだぜ。おとといくらいからだるかったんだけど、昨夜一気に悪化してしまいました。そして、仕事休みを取って動画編集なんてやってるんだから社会人失格だよね。ほんとだな。今はしっかり休んで早く体調直して仕事に戻るべきなんだぜ。でもほら、毎日動画を待ってくれてる方だって、きっと一人か二人はいらっしゃるんだから、その人たちのためにもできるだけ動画は休みたくないんだよ。お前が休んだ分穴埋めしてくれてる同僚には悪いと思わないのか。今度出社するときに、ちゃんとお礼は言うから大丈夫だよ。そんなの当たり前だよね。まったく、体調管理も仕事のうちだっていうことを全然わかってないんだな。お前はだからいつまで経ってもダメまんじゅうなんだ。もう賞味期限切れ間近なまんじゅうだけど、誰かもらってくれる方いないかな。そのまま硬くなって誰も手に取ってもらえないカピカピのまんじゅうになっちゃえばいいんだよ。あの、お二人とも、もうちょっと病人に優しくしてくれてもいいんじゃないですか。ふん、動画編集なんてしてるくらいだし、どうせ熱はあっても大したことないんだろう。本当は仕事にだっていけるのに、動画のためとか言い訳をつけて仕事をサボりたかっただけなんじゃないの。お前の仕事は夏休みとか関係ないから、お盆もいつもと変わらない仕事の予定で、ああ休み欲しいとか前に言ってたもんな。病脇からって言うけど、霊夢は仕事休みたいっていう気持ちが強くて、それで病気になっちゃったんじゃないの。まったく、社会人失格どころか人間、いや、まんじゅうすら失格なんだぜ。あの、そのうちスーパーの賞味期限切れ間近の 50% オフとかになっても誰にも買ってもらえず、廃棄処分されてしまう運命なんだよ。マリサさん、ヨウムさん、おいヨウム、霊夢の上司にちょっと電話してやろうぜ。霊夢がずる休みしてるって教えてあげるの？ああ、それでこってりと絞られれば、こいつも少しは懲りるだろ。皆さん、今までありがとうございました。さようなら。霊夢が本当に倒れちゃったよ。なんだ、本当に具合悪かったのか。ちょっとからかいすぎたかな。このままじゃ画面見にくいだろうから、ちょっと私移動しますね。よいしょっと。マリサ、この辺で大丈夫かな。ああ、そこで大丈夫だぜ。それじゃ、遅くなってしまったけど実況やっていこうぜ。さっきクッパクラウンを使ってデッテイルを連れてこられたんだけど、ここまで連れてくる構想で作られてるのかな。さっきのワンワンといいここといい、本当はスピンジャンプを使って登っていくのが正解なのかもしれないな。使えるものは、何でも使って、とにかくゴールを目指す。それが、くるくるくるチャンネルです。このパウブロックも、本当は走り抜けながらブラックパックンを倒していかないといけないんだろうな。デッテイルを連れてこられたおかげで、すごく簡単に進めちゃうね。全く危なげなかったけど、ルートはこっちでいいのかな？矢印や、Pスイッチのドアが、気にはなるけど、戻ることもできるし、とりあえずこっちに進んでみますね。ダメージをわざと食らいながら行けば、この狭い場所でもデッテイルを連れて行けるな。多分、やっぱり本当はここまで連れてきちゃいけなかったのかもね。というか、コースのタイトルにスピランって書いてあったからやってみてるけど、途中から全然スピランじゃなくなってるな。スピランって感じがしてたのは、最初の赤い色が多く使われてたエリアだけだったね。ここは、キノコで大きい状態じゃないと進めなそうだな。お、ここに戻ってくるんだね。今回は優しい制作者さんで助かったね。プチプチ系だと、ワンミスしたら最初からやり直しだからな。ちょっとカットします。デッテイルにキノコを加えさせたまま、戻ってきました。これでようやく先に進めるね。右の方に、ゴールが隠されてるな。ここのブラックパックンを落としてやれば、下のボム兵が爆発してゴールに行けるっていう感じだね。霊夢、このコースはどうだった？あ、マリサ、霊夢はまだ寝てるよ。あ、そういえばそうだったな。すっかりあいつのこと忘れてたんだぜ。では、霊夢だけではなくウプ主も倒れそうなので今回はここで終わります。早く良くなれ。